はい、ヤッホー YouTube、 どうも、直樹です。さて、ヘアスタイル解説をやっていきます。今日も今日はおめでとうございますですね。世界で最もハンサムな顔2019の1位、こちらジョングクくん、 BTS のジョングクさんくん、22歳かの方ですね。人気なヘアスタイルが載ってます。こちらのまずヘアスタイルからなんですけど、まあ、中は全然かっつり買ってますね。中買って上に下ろして、もうマッシュルームベースなカットにします。もうちょっと間違えると多分日村さんっぽくなっちゃうんだけど、こういうちょっと上に乗っかってるような感じのスタイルっていうのはやっぱりもう丸顔とか、よりかはホームベースとかの顔よりかは面長だったりとかっていう人がやっぱり合いやすいです。こう横に広がるからね。でこの場合はもうマッシュで切って、もう耳当たるところはここ目のラインぐーって切ってあげて、後ろも切ってあげて、パーマを全体的にかけてあげた方がいいと思うんですけど、パーマをちょっとだけ強めにかけて、バーってドライヤーで乾かして、ちょっともう伸びきった感じで、ちょっとムースじゃないけど、ちょっとゆるいワックスみたいな感じを全体的につけて、もう下ろして仕上げるみたいな感じです。どちらかというともう高さを出すというよりも横に広がる四角っぽいようなデザインの仕上げをしているので、高さを出すっていう意識よりかは横に広げるっていうような意識でセットしてあげるといいかもしれないです。もう基本的にマッシュで、あんまりもう段をつけてるけどもボリュームを出さない、ツヤっぽく見せやすいようなヘアスタイルのカットですね。この時とかなんかはセンターパートから分け目が、センターパート七三で分けてるんじゃなくて、センターパートのセンターのところからちょっと斜めに分けてがっつり分けてますね。けど前髪をここ見てもらうと分かるけど、こうキュッキュッてきてるでしょ。なので長さが、前髪の長さはこういう長さなんですよ。もう分け目でこっちも短くしてる、もうアシンメトリー、前髪はアシンメトリーにしますね。アシンメトリーにしてこっちから残して、ちょっとここ前髪が前下がりっぽいような感じなんですよ。ここ大事です。そうするとここをドライヤーとかでグーッと上げたりとかして立ち上げつつも、こっちにブラシとかがあるといいですね。ブラシとかでグッと上げて、こっちにそのまま回転させて持ってきてあげると、立ち上がりを持ってきながら入りやすいので、もうマッシュで中買ってますね完全に。デブから残して、もう本当に自然な髪型、マッシュをちょっと変形させたマッシュベースのカットで前だけちょっと変えてあげるデザインですね。で落ち着かせるとこういう韓流みたいな感じになりやすいです。この時なんかちょっとデザインになるカラーですね。マッシュルームベースでセンターパートで分けて、前髪はちょっと短めに残してますけど、もう半分のところにブリーチしてあげて、しっかり赤みを入れて、このブリーチしないとこの赤の色は絶対出ないんで。ただこれ根元の方から中間が黒いじゃないですか。でここから明るいんで、ここの部分、分け目、色の分け目のところがパキッて分かりやすいんですよ。なのでここはもう本当に美容師さんの腕なんですけど、本当にブリーチとかを本当に馴染ませるような感じに言ってください、やってくださいって言わないと、やっぱりもうパツってブリーチの時点で分かれちゃうと、もう色入れた時点でパツって分かれちゃうので、その辺は本当にもうこれはね、美容師さんにの腕にもよるんですけど、ブリーチをちょっと馴染ませるような感じでぼかすようにしてくださいってちゃんと言ってあげないと、こういうような自然な感じのグラデーションっぽいような感じになりにくいので、それかもうブリーチしてちょっと毛先、この辺をぼかすようにブリーチを入れた後に全体的に暗めの赤を入れてくださいって言うと、根元から中間を暗めの赤でいって、自然に赤がバッと出やすいので、強い赤がブリーチのところは、そういうふうにオーダーしてあげてもいいかもしれないですね。この時なんかはマッシュベース、もうこれ見て分かる通り後ろしっかり刈ってるし、上から残ってる。でこの時のポイント的には、横はモードっぽいマッシュで前髪をこうちょっと長めに残すんですけど、後ろはそのままがっつりいくんじゃなくて、ちょっとボンドコバあたりまでこう後ろにちょっと下がってカットしてますよね。これがグッと上がるともっとモードっぽくなる、ちょっと強い、ちょっとファッションショーみたいな感じ、パリコレとかミラノコレクションとか、そういうちょっとファッショナブルな感じをちょっと強く出しやすい感じになりますね。なのでこの辺はこの耳後ろからちょっと後ろ下がりに作ってください。こう後ろがこうシュッてしぼむような感じでに作ってあげてくださいって言うと、ちょっとこういう丸みの帯での感じですね。でちょっとグラデーションがついてないと
うちに収まってくれないので、ちょっと上はレイヤーっていうよりもちょっとグラデーションっぽく作ってくださいっていうと、丸みの帯びた感じのマッシュになりやすいです。そこ気をつけてください。この時はちょっとまた雰囲気違いますけど、長いセンターパートで分けた時の長さですね。基本的に耳でかかるぐらいだけど、基本的にけどセンターパートのマッシュが伸びてくればこういう感じになりやすいです。あとは毛先をどう使うかなんですけど、まあ、アイロンよりもこういうのはちょっと強めなパーマを中間から毛先にかけてあげて、でジェルとかで仕上げた方がいいですね。あのなんかムースとかちょっとしたなんだろうオイル系のもので仕上げちゃうと、なんだろうただのなんか不自然なツヤっぽくなっちゃうので、どちらかというともうこれぐらいになると全体的にちょっとジェルを薄く伸ばしてちょっとウェットな状態で少しつけてあげるんですね。ちょっと長めに残してもパーマかけておいてくださいって言って、もうそうするともうパーマってもうランダムに無造作に仕上げられるんで、ちょっと長めに残してタオルドライとかしっかり朝とかしてあげたあたりにちょっとウェーブが出るじゃないですか。そこに対して全体的にジェルをちょっと伸ばしてつけてあげる。でもうそのまま自然乾燥ですよね。自然乾燥してあげるとこのパーマの回転が残りやすいんですよ。伸ばすと乾かしちゃって伸びちゃったりとかチリッとしちゃうんで、ある程度伸ばしてやってあげるといいですね。でここ頬の部分ラインなんで、やっぱ面長だったりとかこういうヘアスタイルはちょっと長い人の方が似合いやすいです。横に広がりやすいので、あんまりもう丸顔で、まあ、顔ちっちゃいとかだったらいいんですけど、あんまりにもちょっとこうほっぺが出てたりとかちょっと丸顔っていう人はこういうあのヘアスタイルの場合はちょっとあまり似合いにくいかなっていうような感じがあるので、ちょっとその辺も自分の顔つきだったりとかデザインとかを考えてオーダーしてあげるといいと思うので、ぜひやってみてください。参考にしてみてください。バイバイ。